皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。11月に入りましたが、スタッツユーザーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。毎日忙しい人が多いと思いますが、レゴブロックで遊んだり、美味しいものを食べたりして、年末のお休みまで頑張りましょう。今回のニュースでは、ブラックフライデーとクリスマスの購入特典、セールとキャンペーン、グランプリが製品化されるコンテスト、来年の新作など、内容盛りだくさんでお届けします。毎回共通ですが、一部の情報は比較的信用度の高い海外の掲示板や SNS に基づいていますが、公式発表があるまでは確定情報ではありません。それから、動画内で紹介するニュースに関連するレゴショップ公式ストアやスタッツの特集ページへは、この動画の概要欄から行くことができます。それでは早速参りましょう。購入特典情報。今から紹介する購入特典は全て11月18日から始まるインサイダーズウィークエンド、もしくは11月24日から始まるブラックフライデー、どちらかで配布される見込みです。確定情報ではありませんので、ご注意ください。まずはこちらから。40601マジストの魔法のワークショップ、365ピース、購入特典用の魔法使いのセットです。内容は、魔法使いマジストのワークショップと思われる小さな建物で、ミニフィギュアはマジストと騎士の2体が付属しています。このセットは1993年に発売されたこちらのセットの復刻版です。2つを比べると非常によく似ています。昔のセットでは騎士は男性でしたが、復刻版では女性になっているようです。40602冬のクリスマスショップ、クリスマスグッズを販売する露店です。雪だるまとクリスマスツリー、ミニフィギュア2体が入っています。ジンジャーブレッドのような可愛い建物ですね。こちらもブラックフライデーかインサイダーズウィークエンド、どちらかで配布される見込みです。ブラックパンサーのタクシーセット、ニューヨークスタイルの黄色いタクシーとブラックパンサーのセットです。こちらはブラックフライデーに発売されると噂の巨大セット、アベンジャーズタワー購入者限定の特典かもしれません。そうではないかもしれません。詳細が出次第またお知らせします。キャッスル関連の特典情報がもう一つあります。こちらのお城も特典として配布される見込みですが、現時点での情報によると、このお城は購入特典ではなく、ポイントと交換でもらえるインサイダーズ限定特典だとの予想です。去年はこちらのセットが同じ方式でもらえました。今年もポイントと交換でもらえる新しい特典が少なくとも一つはあるでしょう。購入特典コーナーの最後にもう一つ紹介します。こちらは季節ごとに配られるパーツセットの新商品だと思われます。スポーツやキャンプに使うようなアウトドア系のパーツが多めに入っているようです。配布時期についてはまだ情報がありませんが、早くてもクリスマス、もしくは年が明けてからになるかもしれません。購入特典については新情報が出次第またお知らせします。ブラックフライデープレビュー、これはアメリカのレゴショップ公式ストアで公開された情報です。国内では発表されていません。このイベントの内容ですが、ブラックフライデーで実施されるキャンペーンや新発売の一部が先行して公開されるものと思われます。あくまでも現時点での予想ですが、他の動画でも紹介した大型セットのアベンジャーズタワー発表、先ほど紹介した購入特典用セットの発表などではないでしょうか。ブラックフライデープレビューは米国東部時間の11月8日午後6時半に始まります。日本時間だと11月9日午前8時半です。日本からも見ることができると思います。ただし100ドル分のギフトカードプレゼントなど、プレビューイベント限定のキャンペーンには参加できないでしょう。レゴアイデア、ステム作品コンテスト投票受付開始。サイエンス系の動く作品を募集するレゴアイデアのコンテストでユーザー投票が始まりました。候補作品を紹介します。ステムのボールマシーン、知識の力、アンティーク顕微鏡、飛行機の進歩、
候補作品はこの4つですが、グランプリに選ばれるとレゴアイデアから製品化される予定です。自分が投票した作品が発売されるかもしれませんので、皆さんもぜひ参加してください。ブラックフライデー最新情報についてスタッツのトップページに2023年のブラックフライデー最新情報をまとめたページへのリンクを作りましたので、皆さんぜひご利用ください。まとめページは記事一覧になっており、最新情報が追加もしくは更新されると自動的に一番上に表示されるようになっています。主にレゴブロック関連ですが、レゴブロック以外についても紹介することがあるかもしれません。ブックマークをしてぜひ定期的にチェックしてください。レゴブロックセール情報、11月3日からトイザらス楽天市場店でレゴブロックのセールが開催されています。全部で100点以上が対象で、かなり安い商品も多いです。普段あまり値下げをしないセットや高めのセットも含まれています。スタッツに特集ページを作りましたので、ぜひご覧ください。特価は人気順になくなるので、気になったら即ポチしましょう。新商品情報、2024年の新商品情報を紹介します。確定情報ではありませんのでご注意ください。レゴアジアンフェスティバル、毎年2つ発売される中国の春節がテーマのセットです。春節は旧暦の正月で、2024年は2月10日に始まります。次回のアジアンフェスティバルの新作は80112ドラゴンのオーナメント、 89.99 ドル、80113中国の建物、 129.99 ドル。この2つの発売が予想されています。ドラゴンのオーナメントはミニフィギュアは付属していません。前作の春節の飾りと同じで、飾って楽しむオブジェのようなセットでしょうか。中国の建物は中国の伝統的な建物だと予想します。こちらは前作の春節のパレードと同じようにミニフィギュアも付属した、遊んでも楽しいプレイセットだと思います。アジアンフェスティバルの新商品は2024年1月1日発売の予想ですが、従来通りであれば日本では12月末に発売される可能性が高いです。40611辰年のエトのセット、購入特典のエトのセットはレゴショップ公式ストアやレゴストア楽天市場店で毎年年末年始に配布されますので、今回も同様でしょう。前回のウサギは1会計税込み9900円以上でもらえましたが、最近は若干値上げ傾向なので、もう少し高めの設定になると思います。1万500円ぐらいでしょうか。最新情報が出次第またお知らせします。今回のレゴニュースは以上です。皆さんはどの話題が気になったでしょうか。ぜひコメントで教えてください。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴブロック最新情報はスタッツ公式サイトで毎日配信しています。この動画の説明欄から行くことができますので、 YouTube と合わせてぜひご覧ください。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。